こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。えー、今日は EMS の発送方法ですね、えー。それについて。まず、郵便局の対応がバラバラです。これどうしてかというと、まあ、本局と呼ばれる大きな郵便局。まあ、通常海外郵便はここで扱ってます。全国に約1300局あります、ね。大きな郵便局。土日もやってるところですね。一方、それの、えー、10倍以上、 1万、ねえー、8916局、まあ、減ったりなんだりはあ,るありますでしょうけど、えー、15倍ぐらいの、ねえー、特定郵便局という、ね、田,田舎の郵便局とかちっちゃな郵便局土日やってない、ね、局長さんが、えー、代々家族で引き継がれる、えー、そういう郵便局があります、まあ、海外に発送する人がほとんどいないとか、ね、オークションとかやらないともう何しろ えー、会員保険の窓口、ね預金の出し入れだけというような郵便局もたくさんありますというか逆にそっちの方が、えー、多数派ですそうするとね、えー、EMS のルールを全く分かってない局員が、えー、対応すること多いんでね、えー、なんかありえないようなことを要求したり、えー、ということもありますで大抵はその中間なんですけどまあ 対応がいい,い,いところってかね、楽に出せるところと、もうすんごい大変なところと両方あります、ね。これはもういかんともしがたい。だからね、できるだけスムーズに行くようにするにはどうしたらいいか。まず、伝票ね、ね、e、EMS の物品用の伝票、これを、えー、郵便局に行ってもらってきてください。これはね、扱ったことない郵便局、EMS 扱ったことない郵便局でも置いてあります、ね。 大体この時ね、窓口にこの伝票が置いてなくて、言って出てくる郵便局は滅多に出す人いないんでね、そこであれこれ聞いてもらちが開かないです。で、ルールをいちいちね、確認しながらやるんで時間はかかるわ。で、細かい要求するんでね、大抵の郵便局だと、もうこの伝票1枚で1回に送る量が20万円以下だと出せるんですけど、慣れてない、しかもやかましい局員に聞くとね、 え別にそのインボイスをかけとね、一個一個の商品の HS コードっていうね、結構調べるのがめんどくさいの調べて一個一個全部かけと。例えばね、なんだ、おもちゃを送るとしたらね、ベイブ・レード、何色1個とかね、第1個とか。 ねえー、そ,ういうそういう細かさでもう30種類の商品を送るなら30項目かけというようなね要求をされることもありますまあ大変そうなっちゃうと大変でねまあ消費税の還付のこと考えたらそう書いた方が間違いないんですけどまあ初めの頃はね仕入れも少額なんで消費税の還付とかめんどくさいからやんない人も多いですしそうなるとねもうインボイスなんか書かされたらめんどくさいだけという感じです もとい。まあ、まず、伝票をもらってきてください。あとね、段ボールもその時にね、えー、郵便局の EMS 用のンボールじゃなくて、えと、ー、えン段ボールはね、郵便局の u パック用のダンボール。あれ、すっごい段ボール厚くて丈夫でいいんで、えー、結構おすすめです。だから、伝票をね、5枚ぐらいをもらって、段ボールを買ってくるというのがね、まず第一段階でおすすめ。 で、伝票の書き方とすればね、えー、商品のくくる前にまとめて書けば大体 OK と。ね大体っていうのはあのダメな場合もあ違う場合もあるんですけど、おおよそ OK です。ただ、30種類を送るのにね、えー、雑貨30種類と、もう超アバウトに書いた場合は、何が入ってるんだかわかんないんで NG と言われる場合が多いです。あと、このね、一品一品の値段、ここね、 えー、日本円で書くと桁数が多いんでね、オーストラリアで勝手にオーストラリアドルと見間違いして、えー、綿密な検査行っちゃったりね、えー、税金かかっちゃったりすることがあるんで、ここはオーストラリアドル表示にした方がいいです。ね、商品1個1個の値段はオーストラリアドル表示。で この合計欄のところ、ピンクのところはこれ日本円でしか書けないんで日本円で書くんですけど、こっちの欄は、えー、オーストラリア、えー、ドルの表示の方がいいです。で、まあ、おもちゃベイブレード、破水班機、粘土折り紙とかね、えー、書いていくわけなんですけど、まあ、これ、細かくね、書かなくても、郵便局が結局気にしてるのは、バッテリー、それから危険物、可燃物ですね。これが入ってると運べません。 だこれがね、入ってると入ってないをすごい気にしてます。で、伝票にもね、入ってませんって署名する欄があるんですけど、さらに、このノーバッテリーとかね、可燃物ないと書いてくれと言われることもあるんで、だったら結局ね、何が入ってるか適当に書いといて、このノーバッテリーね、えー、で、危険物もなしというのを書いときゃね、えー、それで受け付けちゃう、えー、場合が、えー、ほとんどです。で、 オーストラリアならではの事情として食べ物に非常に厳しいというのがありますんでね、食べ物入ってないときはノーフードと書いた方が、えー、これまたオーストラリアの税関で引っかかりにくいというのがあります。ね、郵便局の段ボールこんなやつですね。で、それから集荷なんですけど、えー、先ほど言ったように、滅多に扱ってないところに持ってくとね、わかんなくていちいち確認しながらやって、 で正直な話、めんどくさいから受けたくないです。ね、やったことないところは。だからね、えー、なんだかんだケチつけて、うちじゃ受けられないと。ああ、それ入ってんじゃん、送れないねって言って断られちゃうんで、集慣読んだ方がいいです。で、肌肌しい例だとね、集、え、慣、ー、なんかやってないよと。ね、えー、EMS は集慣なんかやってないよと言われた方もいらっしゃいます。まあ、それぐらいね、えー、もう、あの、EMS で、えー、物を送るというのが珍しい局もある。 まあ逆に言うと、まあ、それだけ輸出やってる人が少ないんでねやればチャンスだという裏返しなんですけどまあ、何しろ慣れてないところに当たった場合は、えー、非常にスムーズに進まないんで、えー、窓口に行くのは伝票をもらって箱を買う時だけで箱もね1回もその箱のサイズ分かっちゃえば2回目以降は、えー、週間の時に箱を持ってきてもらってで用意しといた箱ねだから 一個常に箱を置いとくって感じで、えー、郵便局に出すときに箱も買うと。で、それは次回の発送に使うというような形にするとね、箱を置いと、保管しとく、えー、場所も不要ですし、お勧めです。何しろね、梱包材、プチプチと箱を置いとくとすっごい邪魔ですね。えー、だから多少ね、えー、割高になっても箱は毎回買った方がいいかなという感じですね。そんな形で、 週間はこのウェブサービスか電話で呼ぶかで本局を呼ぶと。週間に来るのは本局だけなんでね。で、段ボールは1回ごとに買う。で、伝票は常に手元にね、書き損じ、書き直し用とかを含めて5枚ぐらい手元に置いとくという形にして、それ以外のこの細かい書き方の部分は、もう物品をどの程度まで書けばいいかっていうのはね、その局によるんで、まあ、え、おおよそ常識の範囲で書いて。 でこれだとでも中身ね、わかんねえだろうなという時には、まあ、このね、えー、ノーバッテリー、ね、ノーフレームブルーデンジャラスクッズ、ねえー、を書くと。で、食べ物入ってないときはノーフードと書くというのがおすすめです。また実際に、ね、下書き書いた後で、えー、これを送るんですけど、これでいいですかねというふうにね、えー 商品の項目と下書き見せてもらえば、うん、それでいけるでしょうとかね、えー、これ書き足してくださいとかいうチェックもしますので、まあ、ご質問ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。